ちょっと待って、これどれぐらい分厚いんだろうね。ちょっと気になるんだけれども、おお、結構どうも、泉圭介です。今日はですね、あるものがですね、ようやく届きましたので、それをね、皆さんにね、開封するところをね、お見せしたいなと思います。でね、もうタイトルの通りなんだけれども、これね、ちょっとね、これセブンのね、あのネットプリントでちょっと準備したんだけど、ちょっとこれをね、ほらこの辺にバーンと貼っておくんだけれども、これこのね、泡マジック、新薬泡マジックですね。これを確かね、2020年の4月の12日ぐらいにアナウンスしました。で、これが最初に初版ね、出したんですけれども、ありがたいことに全部完売いたしまして、で、今ね、第2版目を作っている、印刷中なんですけれども、そのね、初版分がね、届いたんですよ。じゃじゃーん、今回これをね、開ける瞬間をですね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思うんですけれどもね、めちゃくちゃ時間かかった。もうね、ずっとね、待っていたんですけれどもね、このね、まあ、アーマジックの話する前、ちょっと先にね、先にこれ開封します。さあ、開けるぞ、開けるぞ。どんな感じなんだろうね。ちなみにこれね、ほら、8部ってあるじゃないですか、8部。この高さでね、これで8部なんですよ。どれぐらいの高さかとか、サンディでわかる？わかんないよね。これとにかくね、とにかく、分厚いんですけれども、これをね、行くよ。ほら、もういきなり来るんだね。来たー。あ、こんな感じ。こんな感じで来ますか。ちょっと待って、これどれぐらい分厚いんだろうね。ちょっと気になるんだけれども。おお、結構分厚いね。おお、なかなかいいね。来たー、やば。アーマジック今回ね、届きました。で、これがね、272ページかな。すごい、いい感じだ。いい感じ。かなりね、かなり、まあ、分厚くて、いっぱいこのページ数があって。でね、この、挿絵とかがね、ほとんどね、そう、この本の話をね、ちょびっとしたいと思います。まず最初にその前に、発売日だ。これ、発売日はですね、今週の土曜日、何日になるんだろう？何日かわかんない。多分30日かな？から発売いたしますので、よろしくお願いいたします。といっても最初に言ったとおり、初版分に関しては完売しておりますので、そこから発送ですね。で、最初にこれ原本用にね、いくつかの発送するの、先にそっち発送してから、で、ディーラーさん発送してからみたいな感じになりますので、よろしくお願いいたします。で、第2版に関しては届いたら YouTube にアップするかどうかはわかんないけれども、とにかく、5月中旬予定になるのかな、もう少々お待ちいただきますよ。お願いいたします。で、うん。これね、すごいな。めっちゃ文字まみれ。そう。めちゃくちゃ文字がたくさんある本なんですけれども。まあ、そもそもね、この、泡マジックの話ってさ、これ今してもどうなんだろう？これ完売してるからさ、まあいいや。ちょっとね、話をさせていただきますと、この泡マジックって本って何かっていうと、1911年にネビル・マスケリンっていう人がですね、あとデビッド・デバントっていう人が、この二人が書いた本になります。で、マスケリンが1部2部を書いてて、で、デバントが3部を書いてます。で、この3部のデバントが書いたとか、まあ、マジックの解説なんですけれども、その解説のところはですね、翻訳していないです。今回やったのはマスケリンの1部と2部のところですね。でね、これがね、もう本当にもうね、挿絵ほぼ皆無なんですよ。挿絵確かね、6枚ぐらいしかなくて、もうね、ずっと文字なんですけれども、もうすごくね、面白い内容になっております。で、これね、前に配信した時かな？あったかな？なんかツイッターだったかな？これ初心者の人でもこれ楽しめますか？みたいな感じにね、質問をいただいたんですけれども。で、僕ね、その時ね、確かね、まあいけるんじゃないですかね？みたいな感じのノリで返した記憶があるんですけれども。これやっぱりね、友人とも相談したんですけれども、やっぱりちょっと初心者向けっていうものではないのかなっていう感じではありますね。どちらかというと、なんというか、こう、まあ別にプロじゃなくてもいいんですけれども、人前でマジックをやっている人が、なんかちょっと悩んだ時とか、ちょっと何かつまずいた時とか、だからそういう、なんていうか、このつまずきとかを経験している人の方が、なんていうか、こう刺さる本なんじゃないかなと思うので、初心者の人が読んでも、ふーんで多分終わるんじゃないかな、そんな感じなのかなっていうのは、思いましたね。だからそういう意味では、こう、誰にでもおすすめできる。まあ、ちょっとミラビリアとは違う感じです。こう誰にでもおすすめできるものではないですし、あとね、これ、種明かししてないんですよ。解説がない状態で、もうこの、もう、ふわーっとこの大量のページ数なんで、まあ、なので、まあ、なかなかね、誰もがこう、エンジョイできる本ではないっていう、かなりマニアックなものではあるんですけれども、まあ、しかし、ですね、
なんでこの本今まで知られてなかったんだみたいな感じのね、まあそれはあの理由があるんですけれども、これね多分ねいろいろ言われるんじゃないかなって、もうあらかじめね、あらかじめ言っておくでね、あの役者解説にもね巻末にも書いているんですが、あらかじめ言っておきます、これ読みづらいです、あのすごく読みづらいで、理由は2つあって、1つがですね、このネビル・マスケリンっていう人がやっぱりですね、ちょっとこの遠回しな表現をしたりとか、まあ、ちょっと分かりにくい表現をしたりするんで、どうしてもですね、分かりづらい、残念ながら分かりづらい。で、それをあの訳してます。で、これどういうことかっていうと、これですね、あの僕の本じゃないんですよ、あくまでこれは翻訳であって、あのネビル・マスケリンが書いた文章を僕が日本語にしてるだけなんですよ。なのでなんていうか、僕の文章にしちゃダメなわけですよ、翻訳なんでね、まあ、それ当たり前じゃないですか。で、別に僕とマスケリンの協調じゃないので、それだとこうタイトルも変えないといけないんで、あくまでこの本はアワマジックの翻訳なので、そこはですね、あの注意していただければ、注意っていうのはなんか変だな、まあ、我慢っていうのも変なんだけれども、あのそもそも翻訳とはそういうものです、まあ大前提として。で、もう一個がこのですね、あの最初に立てるこのアワマジックの原著っていうのは1911年、まあだから100年以上前に書かれたものなので、やっぱりですね、言葉的にも難しいところがあります。というのも、今の僕らが例えば明治時代の本読んでもちょっとなんか表現違ってたり漢字違ってたりするじゃないですか。そういうのと一緒で、やっぱり当時の英語もですね、これあの実際ネイティブの方と一緒に翻訳したんですけれども、一緒に協力してもらったんですけれども、そのですね、ネイティブの方でもこれ何言ってんだろうねみたいな、これどういうことみたいなっていうのが結構あって、でさらにこのアワマジックに関しては日本での研究っていうのはほぼほぼないので、まあなので、もう叩き台って言ったらあれなんですけども、なんていう表現がいいのかな、まあ、とにかくですね、あの読みづらいと思います、あのいろんな意味で読みづらいと思います。で、最初に言った通り、これね、何かしらマジックで悩んだことがある人じゃないとやっぱり分かんないと思うんですよ。そういう意味ではね、難しい本なのかなと思います。やっぱこの272ページね、こんな本をさ差し絵なしで種明かしなしでっていうのは、まあ、なかなかきついかもしれないんですけれども、すごくいい本です。これはですね、もう自分で言ってもね、あの変じゃないと思う、名著です、名著だと思います。で、あのここからですよ、このアワマジック、新訳のアワマジックから、例えばその現代語訳版であったり、その入門本であったりとか、そういうのがね展開できればなと思うので、まあその叩きとしてね、最初に原著を訳したっていうのはですね、非常に面白いんじゃないかなとは個人的には思っておりますので、まあそれはまたね、あの別のお仕事としてね、何かしら僕がやるのか誰かがやるのか誰かと一緒にやるのかわかんないですけれども、まあそういうのはね、いいんじゃないかなとは思います。まあなのでね、なんかツイッターの感想とかでさ、読みづれとかさ、直訳じゃんとかさ、なんかいろいろね言うと思うんだけど、まあそういう人はなんていうかこういうのなんか喧嘩に聞こえるんだけれども、なんていうか、原著をぜひとも読んでください。あのすごい本なんですごく読みづらい本なんで、もう頑張ったんだよ、本当にね、許してくださいということでね、何を許してもらうのか分かんないけど、無事ね初版が届きました、イエーイ。ということで、これね、まずは検本だな、まずは検本して、どんどんね皆さんのね手元に届ければなと思います。それまでちょっとね、あのこの YouTube の動画がアップしてからはちょっと時間かかるんですけれども、もう少々皆さんお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。僕としてはですね、とりあえずなんかページがなんかバラバラになってるとかそんなのがなくて、とりあえず良かった、しっかりしてるね。しかもね、結構やっぱこれ読みやすいね、これね、あのわかるかな、これね、この紙、このね紙をちょっとね、あの真っ白じゃなくてね、ちょっとあのクリームがかった色のものにしたんですよ。真っ白のってあの黒の字とちょっとコントラスト強すぎて目が痛くなるんですよ、ちょっと疲れちゃうんですよ。まあ、なのでちょっとね、あのクリームがかったね、書籍用のね紙を使ったんですけれども、すげえ読みやすいな、すげえいいぞ、文字もいい感じ、これはねいいんじゃないいや、これもほんとね、ほんと中は見せれないんだけれども、いやこれね素晴らしいのをね、本当にね皆さんに早くね届けたいんですけれども、いやいいねいいね、いいね。このもう背拍子もね、いい感じなんじゃないかな。いい感じなんじゃないかな。いや、早くね、早く皆さんにね、届けたいと思いますし、皆さんの感想が聞きたいです。ということで、ただのね、今日は開封動画になりました。動画の説明欄ね、よろしければ購入ね、リンクいたらありますので、よろしければ購入していただければなと思います。第2版はですね、5月の中旬ぐらいから発送になるのかなって感じではあります。少々お待ちいただく形になりますが、本当に、マジックス、まあ好きな人ってもうちょっと上かな、上というか、なんというか、やっぱり悩んだことある人かな、なんか、まあ別にこれちなみにね、そう、一個言い忘れてた、パフォーマーとして悩んでるとかじゃなくても大丈夫です。
例えば僕だったらパフォーマンスしないわけですよ。でパフォーマンスしなくても例えば、まあ、種明かし問題とかあるじゃないですか、まあ、あとはそのマジックが芸術なのかとかね、でそういった話とかもいっぱい書いておりますんで、だから僕みたいにね人前でやんないミルセンみたいな人でもいろんなね気づきがある本になりますので、ぜひともですね購入していただければなと思います。本当にお願いします。はい、ありがとうございました。よろしければね高評価、あとはコメントでチャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。